どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。無限の復刻は近くなってきましたね。数少ない星5の耐久枠となっていますので、気になる人も多いのではと思います。アベンチュリンを持っていたとしても無限は現在でも活躍はしていますからね。アベンチュリンと被る読み編成や追加攻撃編成でも使用できますし、その他のアタッカーでも相変わらず使用できるというのが強いところです。そんな編成万能な普賢について今回は普賢の強みと注意点を解説していきたいと思います。それではまず普賢の強みから振り返りたいと思います。1つ目は HP による高耐久と肩代わりです。普賢の強みといえばまず HP による肩代わりですね。これは奇跡レベルに関わらず 65% を負担してくれます。これにより本来受けるダメージを普賢が肩代わりしてくれるため、耐久値の低いアタッカーは安心して行動ができるというところがいいですね。また普賢は育成の段階で HP を大量に盛ることが要求されますので、味方がある程度攻撃を受けても耐えれるようになっています。 HP 負担が多く耐久枠に不安を感じるかもしれませんが、自分で回復もできるので意外とタフな耐久キャラとなっていますね。またこの肩代わりに関しては自身が持つバリアを肩代わりの対象となるため、高円錐などの選び方によってはさらに耐久が強くなります。バリアを付与できる高円錐としては記憶の素材があります。装備キャラが攻撃を受ければ最大 HP を元に付与してくれるっていうものですね。こちらは HP 参照と普賢と相性が良くなっており、さらにバリア持ちなら火ダメアップもするのでより高耐久となります。高円錐と異物の組み合わせで耐久を伸ばせるので扱いやすいキャラとなっていますね。続いての強みはアタッカーをサポートできる大量のバフですね。スキル発動で得られるバフの数は4種類となっています。まず1つ目は HP アップです。こちらは普賢の HP を元にアップするようになっています。数値の参考としては普賢の HP8000 でだいたい500程度のアップですね。500という数値を見ると低く感じますが、そもそもアタッカーのライフは3000程度が多いので、この HP アップは意外と耐久値を伸ばしてくれます。続いて火ダメ軽減です。スキルのレベル10で 18% ほど軽減してくれます。これはスキル発動さえあれば全員恩恵を受けれるっていうところですね。ちなみにこの数値ですが、今度実装されるブートヒルの実質火ダメアップを相殺できます。むしろ火ダメ軽減になりますね。それぐらい強力なものとなってます。アタッカーは基礎ステータスの HP と防御が低いことが多く、しかも異物でこの2つを強化することが少ないので非常に相性がいいっていうところですね。続いて会心率アップです。スキルのレベル10で 12% アップになります。これは単純にアタッカーの嬉しいバフ要素ですね。このバフによりアタッカーのダメージアップが狙いやすくなるっていうのはありますが、一番は異物の厳選緩和になります。星々のような高い会心率を求められる異物の場合、厳選が非常に厳しいですからね。ですが普賢を入れることを想定していれば戦闘において楽ができるというわけです。またすでに厳選が終わっていても会心率を 100% 近くまで上げることが可能になるので腐りにくいバフになりますね。4つ目はデバフ抵抗です。これは全員で1回限りのデバフ抵抗になります。行動制限デバフは高難度の戦闘において致命傷になりますので、一度でも防げるのは嬉しいところかと思います。一度のスキル発動でこれだけのバフを配れるのはなかなか珍しいと思いますね。しかも普賢のスキルは常に発動しておく必要があるので、戦闘中はほぼこのバフを受けれると思って大丈夫です。このバフがアタッカーと非常に相性がいいっていうのが嬉しいところですね。それでは最後の強みです。まあ魅力という部分ではちょっと弱い部分ではありますが、必殺技の回復によって擬似的なヒーラーが可能となっています。回復量に関しては最大 HP の 5% プラス133回復と固定になっていますが、この回復が持久戦においては非常にありがたいものとなりますね。またこの回復に関しては模擬宇宙などにおいても砲状の組み合わせれば回復量も伸ばせるため、通常以外の使い方もできるっていうのもメリットの一つとなります。それでは普賢の注意点について話していきたいと思います。まず本人の耐久面を上げるなら高円錐選びは大事というところですね。普賢の耐久枠についてですが、高円錐選びは非常に重要な部分となっています。しかも HP をアップしてくれる高円錐っていうのは普賢の持ち高円錐しかないため、選び方によっては耐久面で大きく影響を与えるっていうのがありますね。基本的には孫悟キャラはヘイト値が一番高いため、直接狙われる想定で防御力を上げることが推奨されます。ですが普賢の場合は自分が狙われつつも味方のダメージ負担もあるため、自身の性能を伸ばすことも大事っていうところがあります。
そこで相性がいいのが記憶の素材となるわけです。こちらに関しては攻撃を受けた時にバリアを獲得できるため、連続で味方全体が攻撃を受けたとしてもバリアを犠牲に耐えることが可能となります。もちろん防御力を上げて自身が受けるダメージを減らすっていうのもありなんですが、負担分が大きい場合バリアで相殺は非常に強い部分かと思います。そのため高円錐で防御面を上げて耐久が足りないなっていう場合は、高円錐の性能をうまく活用してみるっていうのも耐久値を上げる上では非常に大事なところとなります。続いて育成不足が耐久に影響するっていうところです。復元の耐久面に関しては育成が非常に影響を受けます。まずレベルは必ず80にしておきましょう。ステータスアップももちろんですが、敵とのレベル差によって受けるダメージに影響がありますので、レベルアップは必須というところです。レベル上げ不足でちょっと耐久が足りないときはレベルで解消される時がありますので気をつけておきましょう。また味方のレベルも上げておくとダメージが減って復元の負担を減らせるので、固定編成なら全体的にレベルを上げるのはありという選択にもなります。続いては行動デバフには滅法弱いという点です。復元に関してですが、行動デバフは結構弱いタイプですね。一応行動制限デバフ抵抗は持っていますが、これは全体で1回のみの発動となっています。そのため連続で行動制限デバフを受けるとあっという間に行動不能になりますので注意が必要というところですね。また効果抵抗を上げるのも対策としてはありですので、記憶の素材や折れた竜骨などを装備しておくのもありというところです。とにかく動きが止まるとスキルの発動を逃してしまうので、このあたりバランスが難しいなというところになりますね。それでは強みと注意点が分かりましたので、高円錐や異物など編成について紹介をしておきたいと思います。まず高円錐についてです。一番相性がいいのは持ち高円錐ですね。唯一 HP がアップするので復元の相性は良くなっています。また EP 効率面もアップするので、できれば装備しておきたい高円錐というところですね。続いて記憶の素材です。個人的にはこちらがおすすめですね。効果抵抗を伸ばしつつ復元の行動負荷を抑えられるようになっている、あとはバリアで耐久ができるというところが非常に強いです。全体の生存率ももちろん大事なんですが、復元自身の生存率もアップしてくれるので、こちらもこちらでありだと思います。続いて刹那ですね。これに関しては防御力アップするので復元自体の耐久力が伸びて使いやすいというのがあります。ただ手に入れれるかは問題がありますので、こちらに関しては優先度がちょっと落ちたというところです。4つ目は余生やランドゥです。こちらに関して使うのもありですね。貫突してるのはなおさらありです。守護高円錐がない場合はこちらを使うことをお勧めします。異物に関しては宝銘と兵士ですね。こちらが一番いいセットとなっています。HP を上げつつ火ダメも抑えれるので相性がいい組み合わせというところですね。続いて2つ目は宝銘とメッセンジャーです。こちらは HP だけでなく速度もアップできるため、必殺技の回転率に貢献ができるセットとなります。個人的には速度が欲しいので、こちらの方が使いやすいなっていうのがありますね。続いてオーナメントです。オーナメントに関しては折れた竜骨が優先度が高いです。効果抵抗が足りているなら全然問題はないっていうところなんですけど、基本的に効果抵抗が低くなりがちなので、動きを止めたくない復元としてはこちらがおすすめです。その他のおすすめのオーナメントとしてはオイル選手ですね。 HP の底上げができるため復元と相性がいいです。また速度が120超えれば味方のバフも得られるので最適なオーナメントとも言えます。それではメインセットのおすすめです。銅は HP、 足は速度、弾は HP、 縄は EP というふうにしてください。他の優先度としては HP、 防御、速度を意識するといいかと思います。理想のステータスです。理想のステータスは HP8000 以上、防御力は1400以上、速度は134以上を意識するといいかと思います。意外と HP は高めにしておかないとエンドコンテンツでワンパンで得られることが多くなります。なので8000以上は最低でも欲しいというところになりますね。続いて編成についてです。編成についておすすめは4つほどです。まず弓の編成ですね。弓、ペラ、銀狼、復元となります。弓編成に関してですが、復元も相性が良くなっています。耐久面と回心率バフによって弓の火力がアップできるためですね。続いて2つ目です。陰月の編成です。復元、陰月、花火、低運となります。陰月に関してなんですけど、耐久面がめちゃくちゃ低いキャラなので、それをカバーしつつ SP も節約できる復元はとても相性が良くなっています。続いて両子染めパーティーですね。復元、ゼーレ、銀狼、花火となります。耐久面だけでなく弱点や行動回数など安定して動ける編成ですね。
最後に追加攻撃編成です。レイシオ、トパーズ、ロビン、フゲンとなります。意外と追加攻撃編成でも使用自体は可能です。ただしアベンチュリンと比べるとこの編成では最適ではないっていうだけです。なんですが、フゲンでも耐久面やバフっていうのは非常に相性がいいので、この組み合わせでも動かしやすいっていうのがありますね。それでは、フゲンについてまとめていきたいと思います。ポイントとしては6つですね。1つ目、超お手軽、スキル発動で高耐久が可能というところです。基本的にスキル発動だけで耐久が可能になってますので、SP 管理さえしていれば、特に問題なく、いつでも使える状態になるかと思います。続いて2つ目、火ダメ、会心バフ、HP アップで味方を徹底サポートできるというところですね。これはバフの優秀さがあります。なんですが、一番火ダメですね。こちらによって、味方の瀕死状態を防げるので、かなり強い部分かと思います。3つ目は、HP だけでなく、バリアも肩代わりの対処にできるというところです。これに関しては、記憶の素材を使っているとき限定になりますが、バリアをうまく使うことによって、復元の耐久を伸ばすことができるというところです。4つ目は、育成はしっかりレベル80まですることですね。これに関しては単純に敵から受けるダメージを減らすため、レベル差補正を受けないようにするためっていうところで覚えてもらえるといいかと思います。5つ目、味方回復でちょっとだけ耐久アップっていうところです。これに関しては復元の必殺技で全体回復っていうのがありますが、意外とこれが耐久面において粘り強くしてくれます。回復量としては HP8000 で 5% のプラス133なんで500前後というところになりますが、この500でかなり延命できますので、回数が重なればかなり強い回復かなと思います。こちらに関しては北条の祝福で強化もできますので、エンドコンテンツもある程度使いやすいかなというところです。6つ目、唯一無二の性能で孫悟枠として長生きできるというところです。武芸に関しては耐久枠として非常に優秀な能力があります。編成においてもどのキャラとも比較的相性が良くなっているので使い勝手がいいんですよね。でその中でも持続パーティーなど苦手な編成というのはもちろんありますが、最適ではないっていうだけであって全く使えないわけではないです。今回編成で紹介した追加攻撃編成ありますが、あちらに関しては最適だとアベンチュリンっていうだけですね。ですが別に最適ではなく耐久枠を採用しようってなった場合は復元も候補として上がってきますので、この差としては別にそこまで差はないかなというところです。もっと最適かそうでないかっていうところですね。なので原点相互と北条がいないならぜひゲットしておきたい最強候補の耐久枠と言ってもいいかと思います。使い勝手がいいっていうのは腐りにくい特徴の一つでもありますからね。個人的にはガチャは引くのをおすすめかなというところです。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。